駆逐艦はドイツ海軍の駆逐艦である。1937年から1938年にかけて12隻が収益している。1940年4月にノルウェーで取られたハンスロディ。ベルサイユ条約によって基準排水量800トン以上の駆逐艦の建造、保有を禁止されたドイツは、1923年からメーベ型やボルフ型を 制限枠ギリギリで建造していたのだが、1933年から計画された海軍造備計画で大型駆逐艦の建造を決定した。翌年から建造を開始し、初めに Z1 型を建造したが、機関の振動などにより期待された性能を発揮できなかったため、新たに本型が建造されることになった。基本的には Z1 型の設計を流用しているが、 両波成功上のために、選手楼を若干高くしている。Z5、Z8 の4隻は、Z1 型と同じ機関を搭載しているが、Z9 以降の艦はより高温、高圧のボイラーに変更したため、最高速力と排水量が若干増加している。全艦が第二次世界大戦で実戦参加し、7隻が失われ、大戦を生き残った5隻は連合国側に引き渡され、 ソ連に引き渡された Z15 は1958年まで使用されている。また、対戦中盤まで残存していた間には、レーダーの装備や対空兵装の強化などが行われている。ありがとうございます。